こんばんは、速稼塾の久保です。この振動花色もシリーズもね、だいぶ話が進みましたけども、まだまだやっていかなければならないことがあるのかなと思っております。前回ね、令和の時代っていうのについて花井龍馬さんに語っていただきましたけども、私はね、この令和の時代っていうのがある意味ピリオドになるかなと思うんですよね。ある意味っていう変な言い方はやめて、日本っていう国の歴史のファイナルになるんじゃないかなと思うんですよ。しかもそれは結構、そんな遠い将来じゃなくて、割と数年後ぐらいに訪れて、おそらく令和10年っていうのはないんではないかなと思うんですよね。早ければ令和4年とか5年ぐらいに、だからもうすぐですよね。今令和3年ですから、大きく時代が変わってですね、そして取り残される人が大多数を占めるんではないかなと思います。そして今覚醒してどこかに向かっている人は、新しいそのね、新天地を求めて旅立つことができるのかなと思います。ただその旅はあんまり優しいものではなくて、苦難の連続だと思うんですよね。おそらく旅に出たその人の代でその苦難が終わることはなくて、その子供とかも巻き込んで、多分孫の代までその苦難の旅は続くんじゃないかなと思うんですよ。まるでね、カナンの地を目指したエジプトから逃れたモーゼの一行のようにですね、新しい戒律をもとに、多くの犠牲を払いながら、時に、なんか神様みたいな、ね、存在に助けられながら、新しい新天地を向かうんじゃないかなと思うんですよね。もうちょっと具体的に言うと、大きな災害が私たちの息の根を止めるんではないかなと思いますね。これは多くの預言者が言われていることですけども、非常にね、将来は暗いんですよ。で、何も起きなければそれに越したことはないんですけども、残念ながら人類のというかね、日本人の止めようのない問題がこれから山積されて、全部の月が、それこそね、2000年間の月が一気に来るみたいな状況が来るんではないかなと思うんですよね。だからこそ今日が最高で生きなくてはなりませんし、やり残すことがあってはいけないのかなと思うわけなんですよね。ちょっとね、びっくりする話題はこのぐらいにしておきましょう。私は預言者ではなくて、たくさんの事象を見ていくと、そういう未来も想定できるってことなんですよ。もちろん何も起こらずに、もっともっとね、素晴らしい世の中になっていくかもしれません。ただその可能性は非常に低いですね。今日本の人口の一人一人がね、小粒と言いますか、自分のことも面倒見れない人がかなり増えちゃったんですよ。で、ポジティブな言い方をすれば、そういう人でも抱えておける素晴らしい国、日本になったとは言えますけども、ただね、緊急時にはもう誰かに助けてもらわないと、自分の家族すら守れないっていう人がだいぶ増えてくるんではないかなって気がするんですよね。まだ顕在化されてませんけども、もしかしたら助け合いとか弱者救済っていうものが、大きな禍根を残すんではないかなとかね。やっぱ誰かが強くならないといけないし、その強い人がその強さに比例した優しさを持ってないと、なんかね、うまくやっていけないんじゃないかなと思うんですよね。はい、それで怖い話題はこのぐらいにしまして、後半はね、ちょっと新生活保護についてもうちょっと話してみようかなと思うんですよ。この新生活保護っていうのは、現在生活保護っていうのがね、どうも機能してないんですよ。で、とにかく支給金額が安いと。その他の医療費などの恩恵があるにしても、でもね、生活保護を受けていらっしゃる方が、とてもじゃないけども健康で文化的な最低限の生活をしているとは私は思えないんですよね。で、何が文化的で最低限の暮らしじゃないかというと、生活保護を受けている方へのレッテルがひどい。まるでね、生活保護がやってはいけないものとかね、楽をしてお金を受け取っているもののように語られて、それこそね、パチンコをやったりね、大酒を食らったりとか、遊びに使ったりとか、不正受給っていう、こういうレッテル貼りでしか見えてない人がほとんどなんですよ。どちらかというと、生活保護の方がもっともっとね、消費活動をできるように支給額を増やしたりとか、それによって新しい体験をして、生活保護を受給されている方の中から、その自由な時間とお金でね、新しい発想を人類にもたらしてくれたらどんなにいいだろうかっていうふうになかなか思えないのかなと思っちゃいますし、生活保護の支給金額を話題にするとね、いや、俺たちはもっともっと一生懸命頑張って働いてるのに全然もらえてないよみたいな、この別の議論をね、ふっかけてくる人がいるんですよ。それは労働に際する対価っていうのは、その別の問題でね、解決しなければなりませんけども、生活保護のことをね、
語ってる時に横から出す話題ではないかなと思うんですよね。まあこれはこれからもいろいろなところで議論していかないといけないと思いますけども、まあ、この生活保護についてね、改めて花井龍馬さんに思うところがあれば北海道から聞かせていただければ幸いです。ではいってらっしゃい。